はい、どうも矢沢です。矢沢です。シリーズでお送りしておりますカメラ超初心者講座第11回目の今回はメモリーカードについてです。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。矢沢です。今回はねメモリーカードをテーマにしてご説明していきたいと思うんですけれども、はい、まあメモリーカードと広口言っても結構いろんな種類があって採用しているカメラも様々だったりするんですけど、我々がよく使っている CF カードですね、あと XQD カード、これはニコンさんの、ね、採用しているものなんですけど、あと SD カードでマイクロ SD、 マイクロ SD はまあスマホですかね、はい、あとはまあキャノンさんが採用しているあの C ファーストですかね、はい、そういった新しい規格なんかもあるんですけど、あとマイクロドライブとかっていうのもあったんですよね。それは知らないです。もう知らない時代になってきてるわけですよね。要は見た目はね CF カードと変わらないんですけど、はい、中身がハードディスクなんですよ、はい。へえ、それはまた別物ですよね。うん、落としたら危険ってやつです、ね。危険ってやつで、で1ギガで3万円しましたね。はい、うん、そう、IBM さんが出してた。今だと何テラ買えますかって話ですよね。そうだよね。SD でも128ギガぐらいは買えますからね。はい。うん、当時 SD でも何でしたっけ、8メガとか16メガでそれ1万円とか。うん、まあ、値段正確なとこ覚えてないですけど、はい、ちょっと今回の企画でね、うん、試しに引き出しの中探ってきたらこんなのが出てきたんですけど、はい、パナソニックさんの、コンデジを買った時におまけでついてきた SD なんですけど、これ16メガですかね。16メガ、メガですよ。ギガじゃなくてメガですかね。今のカメラだって1枚撮っていっぱいですね。そうですね、まあ、当時これ十何年前かな、はい、あのロケ班用にちっちゃいやつ買ったんですけど、はいはいはい、まあ、今スマホの時代じゃなかったんで、もうちょっとあのコンパクトにそうやってね写真が撮れるようにって買った時についてきたやつなんで、まあこんなぐらいの容量なんですけど、これでも100枚ぐらいは撮れてましたよ。すごいですね。そんな時代ですけど ね、はい、でまあ今回はねそうやって全部の種類についていろいろ触れていくとさすがに時間がないので、まあ、エントリーモデルでね一番多く採用されているであろう SD カードをね中心にお話ししていきたいと思うんですけど、最初はですね、SD カードの中にも若干種類があったりするので、その種類とあと容量についてお話ししていきたいと思います。でそのね、SD カードの種類なんですけれども、まあ、通販サイトとかね量販店さんなんかに行ってもその SD だけじゃなくって SDHC とかね XC とかいろいろ後ろについてるやつがいっぱいあって、はい、何が何だかっていう感じだと思うんですけど、あれ実はですね容量によってその呼び方が分かれているんですよね。でざっくりとねその容量についてお話しすると、もともとあった SD っていうのは最大2ギガが限界らしいんですけど、後から出てきた規格として、SDHC が2ギガから32ギガで、SDXC が32ギガから2テラバイト、これ単位変わっちゃいますけど、はい、であんまり見ないんですけど、最近 SDUC ってのがあるんですよね。見たことある？本物は見たことないですね。そうだよね。本物というか現物は。でこれだともう 2TB からもう 128TB という、もうそれこそさっきのハードディスクなレベルですよね。そうなんだよね、外付けハードディスクがもうこのサイズにっていうような感じの規格みたいなんですけどね、はい、でまあそんな感じなんですけど、やはり初心者の方はね自分が、撮る目的によってどのぐらいの容量が必要なのかっていうところも全くわからないと思うんで、まあ、おおよそのね目安をちょっとお話ししたいと思うんですけど、例えばまあスチールカメラの場合だったらもうだいたい32ギガから64ギガあたり買っとけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で目安で言うとですね、まあ、2000万画素のねカメラであれば32ギガだと4000枚ぐらいで、64ギガだと倍の8000枚ぐらい撮れますね。JPEGで、うん、JPEGですね、はい、まあ、ローになってくるとまたねちょっと枚数が減ってくるんですけど、で、まあ、動画をね撮ろうと思ってる方なんですけど、例えばフル HD で 60fps ぐらいの画質で撮ろうと思うと、はい、まあちょっと32ギガじゃ足りないかなって感じがするので、まあ、64ないし128ぐらいが必要かなっていうふうに思うんですけど、で大体の目安としては64ギガだと2時間20分で、128ギガだと場合の4時間40分ぐらいなんですけど、これがねまたさらに 4K 動画になってくるとその半分っていうことになってくるので、まあ、4K だとねやっぱり128
以上欲しいかなっていう感じはしますね。であとまあその 4K 撮影に関してなんですけれども、容量以外にも気をつけなければいけない点があったりするので、それは後でお話ししたいと思います。続いてはね、 SD カードの速度についてのお話なんですけれども、どうしても初心者の頃っていうのは容量とかね、金額のところに目が行きがちなんですけど、速度もまあ同じぐらいね重要な項目だったりするんですけれども、じゃあその速度とは一体何ぞやという話なんですけどね、カメラで写真を撮って、でそのデータがまあメモリーカードに書き込まれるわけですけど、これを書き込み速度といって、あとそのデータをこのパソコンに転送するもの、これを読み込み速度というわけですけれども、まあ、これがね早いか遅いかっていうことが重要になってくるんですけど、まあ、あと用途別にねそれをお話しすると、まあ、例えば映像をね動画を撮ることを前提にされている方っていうのはやっぱスピードクラスのところをやっぱ重視していただいて、で連写をされる方とか、あとまあ高画素機ですかね、そういう容量の大きい写真を撮られる方はやっぱその書き込み速度を重視で、あとはパソコンへの転送っていうのを効率よく短時間で済ませたい方っていうのは読み込み速度を重視にしておいた方がいいと思うんですけど、まあ私こんな風に申し上げてますけど、まあ、大体ね一つの項目だけ早いなんていうカードはなくて、ないですね、まあ、大体もう全て早いやつは早いっていうそうですね、同じ容量のやつでもすごい値段差あったりするのは、うん、その速度の違いによって値段差があるってことですよね。そうですね、まあ、ちなみにこれねパッケージサンディスクさんのパッケージなんですけど、これ後でちょっと大きい画像で出しますけど、こんな風になってますね、これは、書き込みが300で読み込みが260っていうことですね。あと下のねこのクラス10っていうのがまあスピードクラスの表現なんですけど、これメーカーさんによってはちょっとこのクラス10っていうのもまたちょっと、はい、書き方違ったりしますけどね、まあ、通販サイトなんかだとちゃんとその辺は明記されてると思いますし、量販店さんで買うときはねその辺はちょっと店員さんに聞いてみるのが一番間違いないかと思いますけど、まあ、なるべく数字が大きいものを買っといた方がいいかなと思いますよね、はい。でここでね先ほどのちょっと 4K 動画について後回しにしたことがあるんですけど、はい、4K 動画を撮ろうとした時にやっぱね新しい規格で SD カードの中でも UHS-1 とか UHS-2 っていう風にあるんですね。でこれパッケージなんかも見るとねちゃんとここに一番上に2っていう風に書いてあるんですけど、カードが一番分かりやすいかな、裏側見ると今までのやつっていうのはこういうふうにね端子が1列だったんですけど、これ2列になってるんですよ、2列に、はい、これが一番見やすく分かりやすいところなんですけど、まあこれじゃないとね 4K が書き込めないっていうカメラが結構あって、で私が今所有しているソニーの α9 ミラーレスカメラですけど、それはまさにそうですし、あとはハンディカムかな、それもそうなので、かなりそんな感じになってきてるんですかね。まあ、それだけじゃなくて、もうカメラが新しくなっていけばなっていくほど、うん、やっぱ対応してくる機種もそうなんだよね結局ね、まあ今でも SD はものによって全然使えますけど、これから新しく出てくるカメラはね、どん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 そういったものが使えなくなってしまいかねないっていうところがありますね。この懐かしい SD だって多分使えるけども、うん、多分普通にスチールをね撮るぐらいはできるかもしれないですけど、まあ動画を撮ろうと思ったりとか、ましてや 4K とかになってくると、まあ容量の問題もありますけど、どん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 対応しないっていう機種が増えてくると思うんですよね。なのでまあお金はかかりますけどね、予算に余裕があるんでしたらなるべくグレードの高い、まあ、UHS-1 とか2とかを買っといた方が遠回りしないで済むかなっていうふうには思いますけどもね。あとまあサンディスクさんだと無期限保証ついてますしね。ああこれも大事なポイントですよね。これ私ヨドバシカメラさんで買ってるんですけど、はい、やっぱ買う場所も結構重要かなって思います。確かアマゾンとかである、うん、並行輸入品だとこの無期限保証っていうのはついてないので、うん、やっぱり安心とかだとこっちですし、うん、あとまあ最悪なのは、まあ、自分のね先輩カメラマンが実際に会った話ですけど、まあアマゾン経由で、まあ、どこのね販売店さんかは分かんないんですけど、買ったらまあ見事に偽物だったと
見せ物をつかまされたりもしますし、はい、あとまあこれ半分笑い話みたいな話なんですけど、はい、SD カードの中開けたら中からマイクロ SD が出てきたってそれ面白いですよねもうちょっと都市伝説みたいな話なんですけど、はい、やっぱそういうことが、まあ、通販が全て悪いっていうわけではないんですけど、はい、やっぱり間違いない、ね、買い物をしようと思ったら、ちゃんとした、ね、量販店さんないし、はい、メーカー直営の、ね、ところで買うのが一番いいかなと思いますよね、はい、あとメーカー名言えないんですけど、自分もあった話で、はいはい、ニコンさんとあるメーカーはあんまり相性良くなくて結構エラー起きるんですよね。で、まあ、自分はそれ以来もうサンディスクさんしか使ってないんですけど、この前もニコンにあのメンテナンス出しに行った隣の人が、あのカード呼び込まないって言ってて、であのスタッフの人がうちで試したあのサンディスクの SD ではエラーが一切起きなかったので、多分そのカード会社さんとの相性が良くないんじゃないですかみたいなのを話してるのを聞いて、やっぱりメーカーによっても相性があったりするので、やっぱあの純正のね、あのカード出してるメーカーさんもありますけど、はい、まあ、出してないところでやっぱりまあ一番やっぱ信頼あるのはサンディスクさんですかね、はい、私の周りのプロの方もまあほぼほぼこれですね、ですね、まあ、正直なところね、この128ギガの、ね、UHS2 のこのカードだと3万円するんですよ存じております、はい、で私これ5枚持ってるんですけど、はい、カードだけで15万円っていう、ね、まあちょっとしたレンズが買える金額になってるんですけど、はい、まあ、ただやっぱり高いっちゃ高いんですけど、はい、まあ、買い方にもね、はい、コツがあるというか、あですね、自分も1万2000円台で買ったやつが今1万8000円まで上がってるんで、うん、買うタイミングって大事ですよね。それ上がってるんじゃなくてさ安かったんじゃないの、それが、そう、そのタイミングが安かったんでしょうね、うん、やっぱそのなんかタイムセールまで極端じゃないですけど、まあ、数日間安いセールの時もあったりするんで、まあ、なんかねお気に入りに登録しておいて、そういった時に見計らって買うっていうのも一つ賢い買い物の仕方かな。でここからね完全に余談なんですけど、あのプロのカメラマンっていうのはちょっと違う使い方をするというか一工夫してるんですけど、まあ、どうしてもね大きな容量のものを買って、そこでねなるべくカードを交換しないでっていう風に、まあ、アマチュアの方は、まあ、それでいいとは思うんですけど、まあ、仕事にしてるとねやっぱり事故が起きた時のことをやっぱ考えるので、一つのねあのカードにね全部詰め詰めにしてもらって、毎日そのカードが何かしらのトラブルで、開けなくなっちゃう、もしくは紛失してしまうみたいなことになったら、その日一日パーですけど、それをまあ小分けにしていくことによって、毎日ねその中の1枚が、まあ、その1枚も痛いんですけど、でもゼロにはならない、そういうふうにして保険をかけてるっていう方結構いらっしゃいますよね。自分も一回それで助かったことありましたね、まあ、一部だけやっぱりなくなっちゃったんですけど、全体通してデータは残ってるので。そうですね、まあそれ以前にまあダブルスロットで同時記録っていうのは大体まあ基本でやってますけどもね、はい、うん、それでもまあ毎日飛んでもそういうふうに傷口は最低限で済ませられるっていう、ね、仕事によって使い分けてたりしますよね。なんか変える暇ない時は大きいのにして、そういう何ですか、変えても支障ない現場だとやっぱり小分けにした方が良かったりとか、うん、そうですね、だから例えば私ファッションショーなんかの時なんかはもう速報をね常に出さなきゃいけなかったりするので、編集者に渡すカードは本当にこまめに、小さい容量のものをこまめに渡していて、自分のもう一つのダブルスロットのもう一つのところに入れてる自分のカードはあの容量の大きいものであえて長く取っておくと。そうするとまあショーの途中で自分のやつをバーッと流しっぱなしにしておいて、パソコンでまたさらにダブルバックアップを取るっていうふうな使い分けをしてたりもしますけど ね、そういうふうに分けておくと、矢田さん結構あのすぐフォーマットする派だと思うんですけど、結構もうトリプル保存じゃないですけど、あの交換が長くなればなるほどある程度保存しとけるじゃないですか。そうですね、っていう使い方もできたり、カードマイスボーイっていうのはそういうところいいですよね。そうですね、まあ、そんな感じで使ってるんですよっていうのをちょっと付け加えさせていただきましたけども、まあ、メモリーカードに関してはね、そんな感じでしょうかね。これからどんどん新しい種類出てきますかね。出てくると思いますので、やっぱりねなるべく新しい規格のものを買っておいた方が間違いないかと思います、はい、はい、まあ、そんな感じで以上でした。そうでした。